5月13日は、グレゴリオ歴で年始から133日目にあたり、年末までは、あと232日ある。宮本武蔵と佐々木小次郎が、岩流島で決闘ポルトガルで3人の子供の前に、ファティマの聖母が現れる日本初の民間資金活用による、刑務所、ミネ社会復帰促進センター会所上土州の会組、法年誕生。ハプスブルク家の、 女帝マリア・テレジア誕生、明治のジャーナリスト、福地源一郎作曲家、アーサー・サリバン。オペラ、ミカドの抜粋を聞くマラリアの感染源を突き止めた、医学者、ロナルド・ロスナチス・ドイツの新衛隊大将、ヨシアスツー、バルイコール・ピルモント・ゼンモーのミュージシャン、スティービー・ワンダー戦国武将、武田信玄没。ジャズ・トランペッター、ジェット・ベーカー、ホテルの窓から、転落しカクテルの日。 ありがとうございます。